車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドボディから新しい制作シリーズをお届けいたします。今回車両担当する高橋さんです。高橋です、よろしくお願いします。そして今回紹介する車がこちらです。なんとディフェンダー110、はい、しかも限定車のカルパチアンエディション、はい、実はボンドカーズアリーナで、はいはい、見ました、ね、車両紹介、うん、見ていただけました。90です。そうだよね、はい、なんと V8 積んでるとんでもねえやつです。そうですね、はい、これを今回カスタマイズしちゃうということで、はいはい、高橋さんの方からじゃあどういうふうにカスタマイズするのか発表していただいてもよろしいでしょうか。はい、今回カスタムするのはアーバンをぐるっと一周つけます。はい、イギリスのチューナーアーバンオートモーティブですよね。オートモービル、はい、結構ボンドチャンネルでも何度かご紹介しているんですけれども、はい、改めてご紹介するとイギリスのチューナーで、はい、割と新しいチューナーなんですよ。新しいですよね、うん、2009年ぐらいから確か立ち上げて始まったチューナーなんですよ。でしかも最初はディフェンダーから始まってるんですよ。あ、そうなの。そうなんですよ。全然知らない、まあ、もちろんこれじゃなくて、はいはい、旧型のディフェンダーからなんですけど、それのカスタマイズから始めて、はい、でだん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 こう車種が増えていって、で内装をカスタマイズできる会社をこう買収して、うん、内装カスタマイズまで手掛けたりとか、あと最近だとこうロールスとかその辺なんかのカスタマイズもやってる、うん、でなんとホイールアメリカの単造ホイールブランドボッセとコラボして、ボッセでオリジナルのアーバーのホイールを作ったりとか、ああ、もう本当にいろんな事業を拡大して今めちゃくちゃ勢いのある乗りに乗ってる乗りに乗ってるチューナー、はいはい、そちらのもう外装コンプリートっていう感じですよね。そうですね、はい、をなんと作っちゃうということで、はい、今回詳しく見ていきたいと思います。はい、じゃあまず車の方から見ていきたいんですけれども、はい、今回このカルパチアンエディションということで、詳しくはぜひボンドカーズアリーナの内部、ね、はい、の動画見ていただきたいんですけども、はい、まあ復習というかおさらいする感じだと、これちょっと塗装が特殊なんですよね。塗装は特殊というかボディが特殊なんですよ。あ、はい、あ、特殊ですね、はい、このグレーになってるところが、これなんとプロテクションフィルムが最初から施工されてる、ね、はい、なんか限定車じゃなくても純正のオプションであるみたいですね、プロテクションフィルムの施工があるらしいですよ。だから限定車のこの仕様を新車注文時にすることもできるらしい。オプションで付ける。だからこのパッケージだともう最初から全部このプロテクションが施工されているということで、はい、このグレーの部分、あとはグロスのブラックですか。グロスのブラックですね。でソリッド全部黒くなってる、はい、で高橋さんさっき突っ込んでましたけど、はい、純正のプロテクションなんで割とこうキワキワがあられてないのと、まあそうですね、あとドアカップだったりとか、まあ、そこが一番ちょっと目立つかな。その辺はこの後どうするかちょっと事情聴取したいと思います。はい、というわけでもう限定車ですし純正で、はい、かなり決まってるんで、はい、もう素地のパーツほとんどないし、そうですね、これでも十分かっこいいですよね。かっこいいですよね、うん、でしかも今回これド新車なんですよね。ド新車です、はい、オーナー様と乗られてない感じ、見てもいないしをもう早速カスタマイズしたいということで、はい、続いてカスタマイズのパーツを見ていきましょう。はい、というわけでこんな感じでアーバンのパーツ一式並べてみました。これほぼ全部ですよね。ほぼ全部ですね。フロントのルーフはつけないのと、リアは2種類あるのかな、まあ、ランプのない方、あとはリアのガラスにつく箱とかそういったもののボックスとかはつけてないですね、はい、まあ、スタンダードなフルセットっていう感じです。スタンダードなフルセット、はい、というわけでいつものバンパーとかフェンダーとかって考えると、はい、割とこう大物のパーツは少ない、ね、はい、パーツ点数は結構ありますね。点数は結構ありますね、はい、というわけで順番に見ていきたいんですけど、この辺はまずリップというか、はい、フロントバンパーにつく感じのパーツですよね。そうですね、2ピースで。これちょっと当ててみていいですか。はい、こんな感じでちょうどこう丸まってる、どこだ、ここか、バンパーがこう少し出る感じ、こんな感じ、はい、はい、これ多分一生懸命僕当ててますけどインサートには多分完成したメーカーの映像が使われてるんで、はい、あんま意味ないんですよ。もうだいぶ印象変わりますよね、それをつけるだけでも。そうですね、割とこう巻き込んでる感じなんで、ここが出るだけで車外のバンパーっぽく見えるかなって、はい、そしてびっくりなのが作りめちゃくちゃいいですね。作りめちゃくちゃいいですね。高橋さんから見てもやっぱり、うん、結構しっかりしてるなと、はい、というわけで全部この樹脂製樹脂製で、でちゃんとアーバンのロゴも入ってて、
こっちに入ってないかな。あの他のパーツにはなんかその製造の品番みたいのも全部入ってたりとか。そしてフィッティングもめちゃくちゃいい。めちゃくちゃいいっす。あのこの手のパーツって結構その輸送時にこう歪んじゃってたりとか、 あとこういう平らな面があるとボコボコしてたりするの、はい、結構あるじゃないですか。アーバンめちゃくちゃ物いいっすね。めちゃくちゃいいっすね、うん、で先ほど高橋さんと一緒に梱包開けましたけど、はい、梱包もめちゃくちゃしっかりしますね。しっかりしますね。あのブランドのそのしっかりしてるかどうかって、はい、梱包に出るっすよ、ね、ありますよね、うん、高いブランドのちゃんとチューナーのものって梱包もめちゃくちゃしっかり、めちゃくちゃしっかりします、うん、というわけでこんな感じのリップが、そして同じ素材で今回オーバーフェンダーも、オーバーフェンダーもすごく感じですか。フロントリップをつけるタイプとオーバーフェンダーだけのタイプとなんか2種類あるんですよね。オーバーフェンダーそうなんですか、うん、オーバーフェンダーだけだとこういう凹凸がなかったりとか、はあはあ、多分もうないんじゃないかな。あ、ちょっとデザインが違う感じなんです。デザインがちょっと違うんですよ。で、これは被るタイプですよね。これは被るタイプですね。はい。というわけで、割とこう厚みは薄い。あ、そう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 。こんな感じで全部品番とロゴが、はい、しっかり入ってる。純正じゃないですかもう。ね、純正じゃないですか。純正オプションみたいな仕上がり。うん、で、これ結構ごついんですけど、さっき高橋さんに教えてもらったらそんなに、そう結構フェンダーに被るんでそこまでワイドにならないはずです。はい、多分 5mm ぐらい。なるほど。じゃあ構造変更というか記載変更しなくていいぐらい。しなくていいぐらい。そうですよね。片側1センチまで OK ですもんね。そうそう、はい、まあ、ちょっと実寸測ってですけど、そんなにこう見た目以上にはワイドにならない。それいいですね。ね、はい、まあ、駐車環境もあったりするんで、まあ、もちろんすごいワイドになった方がかっこいいと思うんですけど、うん、まあ、このただワイド感はすげえ増すとは思うんですよね。確かにこれだけの厚みが、うん、純正だとこれしかないですからね。それがこう一気に広がるんで、ね、はい、でこの辺ペイントはどうするんですか。ペイントは基本グロスブラックで仕上げます。なるほど。じゃあこの辺のラインが少し大きくなる感じで、はい、そうですね、仕上がってくる。そして前回り少しパーツもさらに追加されて、はい、これこちらは LED のフォグの、あ、デイライトか、デイライトの、はい、これとこう合体される感じ。そうですね、こんな感じ、はい、でこれが交換になるんですか。これ交換になるはずです。あ、交換っすね、うん、ここにはまる。もうね、大阪店のブログ見ただけなんで、はい、詳しいことは分からないんですけどというわけでこんな感じ。いや、じゃあだいぶ印象変わるっすね。だいぶ印象変わりますね。そしてこれもペイント済みなんですけど、ものすごく質感がいい、はい、ちょっとあのリップと違って固めの樹脂というかプラスチックですけど、はい、これはさらに、そうですね、ちょっと質感変わっちゃうんで基本的には全部塗ります。あ、なるほど、はい、というわけでこれ純正でもペイントしてあるんですけどさらにやるみたいです。そしてあとはこの辺ですか。あ、これボンネットですか。これボンネットですね。というわけでボンネットのこのここそこを交換、ちょっと厚みも出るんですかね。厚み出るはずですね。なるほど、この辺なんかのパーツもある。そして戻って、そう、これなんですよね。これ何かっていうと、ここ書いてあるんですけど、ブランディングパックあのチューナーものでエアロ一式買うと注文できる。あ、そうですね、はい、エンブレムセット、はい、エンブレムセット、アーバンも同じようになってるということ で、ね、はい、これで全部アーバンの一文字一文字と各部につくエンブレムが。そうですね。なのでランドローバーのロゴは基本的に全部なくなるんですね。なるほど、うん、じゃあ本当にコンプリートって感じなんですか。そうですね、はい、はい。そしてあとは横に回っていくと泥よけだったり、あとサイドステップも、サイドステップもこれつく感じですよね。そうですね、交換とかじゃなくて、ええ、これどうなってんですか。こっちが金属でこのステップは、まあ、ゴムですよね。あ、この辺はじゃあ塗れないですよ。そこは塗れないですね。というわけでこれはこのままつくんじゃないかと、はい、あとはこのフェンダーの BMW でいうところのサイドギル、はいはい、あと僕個人的にめちゃくちゃおすすめなマット、マットやっぱりチューナーコンプリート、外装コンプリートになると内装も少し触りたいじゃないですか。触りたいですよね、うん、そこでおすすめなのがこのマットと、はい、でマット結構あの新車買う時でもオプションじゃないですか、はい、何でも、はい、ベンツでも BM でも、うんうん、新車のマット結構するじゃないですか、はい、そこ新車の純正マット買わないで、チューナーマットって結構いいんじゃないかな。そうですね、結構こちらのマットはそこまで高くなく、本国のホームページにしか載ってなかったんですけど、でロゴも入って結構おしゃれだし、はい、物も結構しっかりしてるんですよね。しっかりしますよ。というわけでマットだけなんかも買えますんで、ブラバス、マンスリー、アーバン、その辺おすすめじゃないかなと。
で、あとはリアも同じようにオーバーフェンダーがつく、はい、で、ドアがあるんで2ピース。そうですね。あ、ドラよけ後ろはこれアーバンロゴ入るんですね。そうです、リアは。しかもこう出っ張る感じで入るんですよ。うん、こう結構いいですよね。めちゃくちゃおしゃれですね、うん。そしてあとはルーフスポイラーがつくんですか、これ。ルーフスポイラーが。割とレーシーですね。そうですね。こんなのがついて、あとはやってきました、背面タイヤカバー。背面タイヤカバー。はい。実はこれだけもめちゃくちゃ売れてるらしいですよ。あ、そうなんだ。はい。これだけ単品で出るんで、うん、これだけすごく売れてると。なんか2種類あってね、エンボスとマッタイラの、はい、というわけでこんなのもつけど、これはこの上側の樹脂のカバーだけじゃなくって、こう側面はちゃんと純正と同じようにこのレザーというか、はい、これもしっかりついてくる。この辺色どうするんですか。これもグロスのブラック。これもグロスのブラックで。なるほど、はい、こんな感じのペイントが施されるみたいです。そしてあとはホイール、はい、はい、先ほど冒頭でボッセとコラボですよというふうにお伝えしたんですけど、はい、ホイールも今回交換するんですよね。もうアーバンで、はい、はいはい、でホイールはまだ持ってきてないんで、持ってきてないです。次回以降お届けしたいと思いますけど、はいはい、ミスりました。あのサイズは変わらないということで。サイズ変わらないですね。純正で22っすもんね。そう、サイズは一緒っす。というわけで、じゃあ純正タイヤをそのまま移植する感じで。そのまま移植します、はい。じゃあ大幅にこう乗り心地も変わらないし、変わらないし、はい、はいはい、で足回りも純正でエアサスですから、そうですね、上げ続けていきますから、うん、というわけでこんな感じで仕上がる予定です。はい、すいません高橋さん忘れてました。はい、これもあるんですね。はい、これはツリーランドさんの、はい、これはアーバンじゃないんですね。アーバンじゃないですね、はい、はい、というわけで別のツリーランドっていうメーカーのディフェンダーのオフロードバースとかいろいろ作ってるメーカーですね。はい、はい、それを今回プラスアルファでつけるということで、ここが交換になるんですか。おそらくこれが交換になると思う。なるほど、アンダーカバーを交換、こんな感じのダクト付きのものになると。これもめちゃくちゃしっかりしてますね。これはすごいすごいですね。アルミかな、金属のこのプレートでちゃんとヒットしても車にダメージがいかないようなこういったプレートで、しかもこっちの骨組みもついてくるということで、これガチで使えるやつじゃないですか。ガチで使えるやつで、しかもこの辺もめちゃくちゃしっかりしてます、うん、はい、こういったのもプラスアルファでつけちゃうと。つけちゃう、つけちゃいます、はいはい。さあ、そして冒頭にお伝えしたここだけ貼ってないんですよのドアカップとドアハンドル、これマジでなんで貼ってないのか謎っすね。謎っすね。これは高橋さん勝手に貼っちゃう。勝手に貼っちゃいます。というわけで、確かにここ爪で傷になったりしますしね。そうですね、一番守りたいところですよね。まあ、ここだけでもいいかなって気しますけど、はい、あのペイント担当高橋さん曰く、ここ貼っちゃったらこっちが浮くんじゃねえかということで、はい、まあ、この辺は完成見てみて。そうです、お楽しみで、はい、バランスでそういったこともできますよと。これが4箇所ですもんね。はい、はい、こんな感じになっております。さあ、というわけで今回は今日から始まるディフェンダーのアーバン外装コンプリート、はい、お届けいたしました。こういったカスタマイズ視点じゃなくて、はい、高橋さんに直接ご用命いただくことも可能なんですよね。もちろん可能です、はい、エアロつけたいんですけどとか、はい、でしかも高橋さんと直で行けば打ち合わせはかなり細かくできる、まあ、ちょっと短縮できる。微妙な色塗り分けだったりとか、はい、そういったものもできますんで、まあ、お気軽にご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。